います。はい、いいですかね。はい、大丈夫です、うん、仕事とプライベート分けなくていい、はい、じゃなくて、ここに関しては僕は仕事とプライベートを分けている限り成功することはないっていうふうに文章を書いてもらってもいいと思う。あ、うん、例えば具体的に言うと、静香ちゃんが、はい、うんうん、まあ、自分で起業してるのはカウンセラーでね、うん、はい、作業療法士は勤めてるわけだから、はい、まあ、どっちもプロなんだけど、うんうん、まあ、でどっちも本業なんだけど、はい、力を入れてるのは、うん、そのカウンセラーの仕事、はい、ということなんで、はい、うんうん、で最初のうちっていうのは本業と、うん、そのまあ、もう一つの本業、うん、もしくは副業っていうのは、はい、収入はその本業と副業の収入は関係ないからね、比例しないんでね、はいはい、自分がどちらをより重視してるかっていうことなんで、うんうん、例えば静香ちゃんがそのカウンセラーとして成功したいんであれば、はい、24時間365日、はい、カウンセラーとして生きなきゃいけない、はい、うん、わかる、はい、カウンセラーということを、うん、足を骨折して忘れたら、うんうんうん、あなたはカウンセラーとしては成功しないということです、はい、言ってることわかりますか。そうですね、うん、ずっと言ってもらってました、うん、ね、だからこれは難しいんで、うんうん、そうだな、かなり意識して失敗しながら改良して、うんうんうん、どうなんだろうな、一番最短でも2年はかかるんじゃないかな。うん、うん、もうそれが自分のその意識として当たり前になるのに、はい、一番早くて2年じゃないかなと思う。うん、うん、うん、分かるよね、はい、まあ今は間違いなく、うん、カウンセラーというのは、うん、僕は静香ちゃんはね、今例えば24時間あるとすると、はい、どれぐらいの時間帯で意識 が、うん、そのカウンセラーだとして生きてるかっていうと、はい、僕は1時間はないと思うわ、うん、うん、24分の1あればいい方だと思うよね、うん、うんうん、まあそれは成功しないわね。そうですね、うん、そういうことでございます、はい、何事も練習が必要ですね、はい、うん、かなり難しいですね、うん、うん、で潜在意識に入れるというのはちょっと、うん、なんていうか感覚としてよく分かんないじゃん。あ、うんうんうん、っていうのははっきり言ったら忘れないっていう風な言葉の方がいいと思うよ、はい、本当に忘れなくなったら潜在意識に入ってるよ、うんうん、で潜在意識に入れるまで覚えてねって言うとはい、はい、って言うんやけど、うん、先生から言われたからはいってなるんやけどじゃあ具体的に、うん、どうすればいいのかっていうのが分かんないじゃない、うんうん、はい、そしたら自分が知ってる言葉に置き換えて、うん、まあそれが合ってるかどうかはまあ、うんうん、ね、先生のいる人は先生に確かめなきゃいけないんだけど、うんうん、まあ僕は忘れないっていうね、はい、それでいいんじゃないかなって思うけどね、はい、うん、まあもっと言えば英単語とか覚えるのと一緒で、うん、紙に書いといて、うん、24時間365日カウンセラーって、うん、それを四六時中見るような、うんうん、こともまあ一時的には必要なんじゃないかな、うん、一時的ってどれぐらいですかって言ったら、うん、うん、4ヶ月間ぐらい、うん、うん、僕優しいから時間のスパンが長いでしょ、はい、わかるよね、はい、YouTube 聞いてくれてる方がね、うん、4ヶ月って思うけど4ヶ月ぐらいかかるよ、うん、はい、うん、だって生まれて初めてのことって、うん、そして初めてじゃないけどほとんど慣れてないことって4ヶ月ぐらいある程度四六時中、四六時中ってどれぐらいかって言ったら、はい、まあ大体30分に1回ぐらいはそのカードか紙かなんか見とかないと、うん、うん、そんな感じかな、はい ね、仕事とプライベートは成功したいという自分の願いを叶えるのが、うん、その楽しい人生なんで、はい、競馬でもそうじゃん、ね、自分の願い、うん、ね、これとこれが来る、はい、これとこれが一二着だっていう、うん、
来てほしいという自分の願いが叶った時に、はい、うん、そして1000円配当じゃなくて、うん、3万円配当、うん、10万円配当ってなった時に、うん、嬉しい、うん、それを楽しい人生って言うよね、はい、うん、あの無理やり、あの、うん、今楽しい楽しいって自分に自己暗示かけないように、うん、はい、わかりますね。あ、152ページ、はい、これは静香ちゃんはもう、あの、本当に大事ですね、大事ですね。152ページに、一緒に時間を過ごす人は厳選する、うんうん、これも本当にそうです、はい、ただ、うん、これを日常生活に落とし込むとですね、はい、結婚をしてしまってる人、はい、もうすでに、はいはい、あの、この世に生を受けてしまってる人ね、しまってるっていう言葉は不適当なんやけど、あの、親がいるわけじゃない、はい、まあ、最近親ガチャっていう言葉もね、はい、ちょっと、あの、知ってる？モーニング、初めて聞きました。モーニングショーで、あの、ガチャガチャってあるじゃん、はい、親ガチャっていうのは、はい、あの、ガチャガチャって何が出てくるか分かんないじゃん。なるほど、ね、そういう考え方が今世の中にあるんだなっていうことね。あの、親は自分で選べないという考え方です。なるほど、うん、斉藤ひとりさんは親を自分で選んできたっていう、うん、はい、ね、2つに分かれますね、はい、で、どっちが正しいじゃないんです。うん、うんうん、あの、どっちの考え方も知っておくべきですね、うん、で、世間は今、うん、あの、特に若い人たちとか、まあ、モーニングショーを見てる人たちだから、うんうん、そこそこの年齢層の人たちも、うん、はい、あの人たちって専門家なんで、はい、どういう言葉を使うかっていうのはコピーライターと一緒で、はい、その一番受け入れられる、うんうん、認知度の高い言葉を使ってる、うん、はい、認知度の高い理論を使ってるんよ。っていうことは親ガチャの理論、はい、まあ、今日時間があったら調べてみてね、はい、その考え方が世間の考え方なんだな、うん、ということは、うんうん、そうか、大変だなと、はい、斉藤ひとりさんの教科書を一緒にクライアントさんと勉強するとき、うん、あ、これちょっと、うん、あの、そこからもまた話しないといけないんだなっていうね、うんうんうん、そういう、それが24時間カウンセラーということです。はい。うん、僕が日カウンセラーとして朝、うん、で、羽鳥さんのモーニングショーを見てたから、うんうんうん、親ガチャって出てたんで、うんうん、なんだこれって思って、うんうんうん、ね、カウンセラーの発想で、うん、あ、これちょっと僕としては厄介だなって思って、うんうん、あ、またもう一つ世間と距離ができたなっていうね、はい、うん、そういうふうに思ったのが、昨日でした。昨日の朝でしたね、はい、うん、で、次はです、あ、そうね、静香ちゃん、これ必要かな、うん、156ページ、はい、自分と向き合う時間を持つと悩みが減る、はい、うん、これは、うん、僕の経験上、一人で向き合うのはやめた方がいいですね。あ、そうですね、うん、あの、自分と向き合う作業っていうのはものすごくとてつもなく難しいですから、うん、はい、あの、不幸な人、問題が四六時中起きる人、うん、自信のない人、うん、なかなか成功してない人、うん、あの、この点に関しては僕は、うん、あの、まあ、カウンセラーと一緒にこの作業をした方がいいんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、もっと言えば自分と向き合うのはやめた方がいい、うん、うん、はいはい、あの、静香ちゃんの場合、あの、即刻やめた方がいいね。そうですね、今回も、うん、自分の潜在意識に踊らされていました、うん、ね、はい、で、それはやっぱりあなた自分と向き合ったんだと思うのよ、うん、一人で、うんうんうん、だからそれはもうやめた方がいいですね、はいはい、うん、164ページ、はい、自分の正しさより相手の望みを優先するって書いてますけど、うん、はい、これは僕流に言うと、はい、自分の正しさより、うん、自分の望みと相手の望みを優先する、うん、そうか、うん、まあ、自分の正しさに執着するのは、うんうん、僕はもう、あの、本当にいらない、うん、もう本当にいらない。そうですね、それで不幸になってました、うんうん、もうそれもいらんことはもう僕は自分の経験でも、もう間違いないと思ってる、うんうんうん、だけどこの間に1行目と2行目の行間に、うんうん、あの、自分の望みとっていうのがない
のはちょっと自分に厳しいかなって思うんで、うんうんうんはい、あの井上先生はもう十二分に分かってるでしょうけど、うんうん、まあ具体的な生活に落とし込むとね、うんはい、あのそこら辺りも重要かなって思いますね、うん、あ172ページ、はい、これあなたにとって今後大事ですね。ほう。最高のパートナーはあなたの価値観に引き寄せられる、はいもちろん静香ちゃんは独身です、はい、女性です、はい、であの今後も結婚という可能性が十二分にありますね、うんうんはい、恋愛も十二分にありますね、うんはい、でこのパートナーっていうのは、うん、この井上先生もどちらかというと、うん、その異性の恋愛パートナーのことをメインに書いてます、うんうんうん、だから僕もパートナーっていうのは先にそれを考えた方がいいだろうなと思います、うん、だけど僕は、はい、あのこのパートナーという言葉を、うん、その自分の恋人とか結婚相手ってすることによって、うん、不幸が始まるっていうふうに思ってるんで、うんこのパートナーという意味をやっぱり広げた方がいいですね、うんはいはい、でその中で、うん、そのあまりその恋愛の優先順位を上にする、うん、しすぎる下にしすぎるっていうのは良くないですね、うん、で僕はやっぱりそのどっちにしろ、うん、どっちにしろね、はい、静香ちゃんの価値観に引き寄せられる、うん、これ価値観って言ったらあなたの考え方、うん、そうですね、ということね、はい、うんあの今回も自分を責めちゃいましたって、はい、これ、今日録音する前にちょっと話したかな、うんはい、そうですね、で、まあ、それがなんで静香ちゃんにとって良くないかっていうと、うんうんうん、静香ちゃんのところに今から寄ってくる人は、うんうん、自分を責める人が寄ってくるんよ、はい、言ってること分かるよね、はいうん、で自分を責める人って自分を責めるだけで終わらないところがまたこれ人間なんよ、うんうん、そうなんですよ必ず人のことも責めるんですそうですうんということはこれ幸せになれないねわ、うん、かるよね、はいうん、ではそのどういう価値観から、うん、考え方から、うん、基準から自分を責めるということが来てるのか、はい、まあこの前聞いたんで、うん、あの人からそう洗脳を受けた、まあ、父親から洗脳を受けた、はい、母親から洗脳を受けたっていうことが、うん、あの分かってるんやけど、はい、知ってるに毛が生えたレベルなんだなっていうことを分かるチャンスやね、そうですねうんだからそこにあの、はい、なんていうかな理論的に行き着かなかったのは残念だったなと思うねそうか、うん、答えは、はい、あの分かってると知ってるの中間ぐらいまでは来てるよっていうことよね、うんうんうん、中間までしか来てない中間までは来てる、うん、それどっちが真実なんですかっていうこと、はいはい、いや中間まで来てるでしょそっかまた中間までしか来てないって、うん、いやそれっておかしいじゃない理論的に、はい、だよね、うん、例えばどっかにまあコンビニに行こうとしようよ、うんうんうん、今まあ半分ぐらいまで歩いたとしようよ、うん、まだ半分しか来てないってさ、うん、おかしいじゃん、うん、過去ってちゃんと見なきゃダメだよね、はい、半分しか来てないっていうのはそれは最初の時のその思いとか妄想であったりとか、うんはい、それとか未来を見てるわけだよね、うん、うんいや評価をするんだったら過去を見てないといけないでしょ、うんうん、だからあのいい方を見ればあそういうふうにいい風に考えるんやなじゃないのよ、はい、いや科学的に考えてっていうことだな、うんうん、わかるよね難しいよ考え方があっていい風にとかプラス思考でとか、はい、そういう難しい言葉の中で生きていかない方がいいよっていうこと、はい、うんいや事実から目をそらさないでそれでいいんじゃないの、はい、そうだよね、はいうん、なんかまあ、あのパートナー、うんまあ、僕はよく言うじゃない幸せって何ですかって聞かれたら何て答えるか、うんね、あの優しい人との出会い、うん、それを幸せな人生と言いますって、はい、そうだよね、はい、これが あんまり書いてる本ないよはい、うん
でもこれは僕のやっぱり実体験だね。うん、うんうんうん、でも僕そうじゃないかなって思うんだけどね。はい。わかるよね。はい。うん。そうだね。まあ今ビロビロビロってなってくれたんで、はい、もう大体これでいいかな。うん、はい。まあ今日でこの引き寄せの法則、はい、最高の引き寄せ、はい、という本が終わりましたんで、うん、はい、まあ引き寄せの法則という言葉があるんだ、うん、ね、繰り返しますけど、はい、うん、20年前の自分は全く知らなかったんだ、うんうん、はい、じゃあ世間の人は知ってるのか、知らないんだ、うんうん、あ、カウンセラーとしてはちょっとなかなかやりにくいなと、うん、うん、引き寄せの法則あるって知ってますか、うんうんうん、いいえでそれとか知ってます、はい、そっちの方が危ないよね。あ、そうか、知ってます、あ、知ってるんや、はい、引き寄せの法則のことばーしゃべる、うん、相手はちんぷんかんぷんという状態になりますから、うん、もう知らないということを前提、うんうん、あの予測じゃなくて事実やね、はい、うん、だって例えば静香ちゃんがマーフィーのブームがあったからって言って、うんうん、はい、じゃあ忘れずに今まで、はい、もし僕と勉強してなくって、うんうん、あの引き寄せの法則ちゃんと意識して生きてたかって言ったら、はいはい、絶対そういうことないと思うのよ。そうですね、すっかり忘れてましたね。ね、ということは自分もね、うん、先生と一緒に勉強しなければ、うんうん、引き寄せの法則っていうのはただ単に言われれば知ってますよ、うんうんうん、だけど普通の自分の実生活で、うん、あの1ミリも思い出すことないですよ、うんうんうん、っていうことは他の人だったらなおさらだなって、うんうん、だってあなたあの心理学系の大学に行ってたわけだからわかるよね、はい、普通多くの人そんなこと知らないし、うん、興味もないしね、うん、わかるよね、うん、だからそれもね、あのさっき前半かで言った、はい、やっぱり自分と世間、うん、あの世間に寄せるんじゃないよ、うん、世間のことを知っておく必要があるというだけね、はい、世間に寄せていったらあなた、うんうん、あのその他大勢の人になっちゃうよ、わ、はい、かるね、はい、じゃあ引き寄せの法則、ね、最高の引き寄せ井上博之先生、はい、これで終わりましょう、はい、ありがとうございました。